誰でもいい。助けてくれ。俺はこんなところで死にたくねえって全部お前がアホだからだろうが写真なんか見てバーッとしゃがって大体なんであんなタクシーになんか乗ったんだよでおいもう限界か携帯出せ電源入れろ電源が入ったらライドのスイッチを入れろ一か八かだそれに望みを託せ でおい人生倍でしたということでございまして私ですね赤坂サカスの「ビバンのドラマ日曜劇場ドラマ「ビバンのモニュメントがあるところも行ってきて撮影してきたんですけどもとにかくこの「ビバンが面白いんですちょっとこれ見てない人もぜひ見てほしいんですけど凄まじいんですよ第1話からモンゴルの砂漠でロケしてパトカーがブワーって砂漠の上を走ったりとかヤギと羊を400頭ぐらいドワーって離してそこを馬で突っ切るだとか凄まじい描写があるんですよ。もうこれ でさんが台本見た時に「僕はね台本見た時に撮れないと思いましたよ」って言ったぐらいあのすごい描写があるんですよ大使館の前にパトカーがブワーってねバルカ王国バルカ共和国っていうのがあるんですけども設定でねバルカ共和国のパトカーがブワーって封鎖してるところを装甲車でバン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 って突っ切ってそこのパトカーの屋根の上を走って大使館まで逃げ込むっていう阿部寛さん二階堂ふみさん堺井雅人さんあドラフ 凄まじい描写がとにかくあってもう第1話はすげえなんですよ。でラストシーンで二宮和也が出てきて話題になってましたけれどもあのラストのシークレットキャストですね。うわーってもう第1話はうわーなんですよ。もうすげえなの。ただお話としてどうなるか全然見えてこないから第2話まで分からなかったんだけれども第2話がよりすごかったんですよ。何がすごかったかっていうとそのスケールのすごさはさることながらビバンっていうものの正体が分かってくるんですけどもビバンが別版って言われてるんですよ。あのの別っていう日本語の聞き間違い 違いなんだってことがちょっと分かってくるんですけれども先に謎がある可能性は高いんですけれどもで別,班なんですよ別班っていうのは自衛隊の秘密諜報組織で誰も知らない首相も幕僚長も知らない大臣も知らない謎の組織で CIA と007みたいなねあの役割なんですけれどもこれ実在したんですよ僕本読んですごいんですよ別班って検索 お前ベッパンって検索したらお前どんどんどの検索エンジンでも一番上に出てたんじゃベッパンまだお前調べてねえのかいで言ってるんですけどもとにかくそのぐらい 別班すごいんですよ。もう超すごいですよ。これ僕本読んでるんですけども、まず一発目、赤坂の料亭で元別班の部員さん、隊員さんと会話するところから、赤坂なんですよ。まず TBS の赤坂、料亭で始まるんですよ。で、記者が別班の謎をどんどん解いていくってやつなんですけども、君この記事を世に出したからには命狙われますよ。まずあの自衛隊員とか公安からまずマークされますよ。電車に乗るときは、一番前で待たないでねって言われますよこれからは マーークさされれててるるるかから電車乗る時はホームの一番前ででで待たなないいいくくだっ言わんすすよ怖ドンって後ろから押されて消されるってことなんですけれどもそのぐらいちょっとワクワクするそのすごいのが単純に金かけてスケールがすごかったのは第1話だったんだけれども第2話で別版が出てきたことによって社会派の意味これ本当に国会で答弁されてるんですけれども本当にあるかないか分かんないけどあるらしいんですけれどもこういう風に闇の組織がある民主主義の根幹を揺るがすかもしれないっていう闇の組織がある かもししれないいっててうロマンにまでで手を出してるんですよここが社会性があってこのスケールの広さっていう意味を一気に深めたんですよね単純にこの金かかってるとかすごいとかじゃなくて実際にあったかもしれないっていうロマンにまで手を出したっていうこの福澤克夫監督が原作っていうか作ってるんですけどもとてつもなく面白いなと思って第2話でもう決まったと思って僕もうだその好きすぎてもう本当にあの赤坂サカスも行ってきたんですけれどもそんな感じで。 えー、こうやってバッジも作りましたこれ丸菱商事のバッジをあのビール瓶の蓋で作ったんですけどもだからお前もダメなんだビール瓶の蓋で作るな作るならせめてビール瓶の蓋で作るならパーフェクトサントリービールの蓋で作れビールはサントリーパーフェクトビールかけにれ<ー>ということでございまして テンンショ上上ががっっててりきってるんですよでね、あの全部グッズ売り切れてたの、どのくらい人気あるかっていうと、僕、TBS のマーケット、TBS ショップね、うん、TBS マーケットっていうのが赤坂にあるんですけど、行ってきたら、全部売り切れてて、しょうがないから、私、このように、えー、ブーブってね、TBS の,の豚のブーブっているじゃないですか、それのシャー専用カラーが売っていたので、シャー専用ブーブを買ってきましたって、お前はアホかい これはシャア専用ブーブじゃなくてブーナという女の子のキャラクターが覚えておけはいこれブーナです <laughs> 可愛いこれ2200円で意外と安い大きさの割には安いんですけどって感じで全部売り切れですってもう1週間以上前に売り切れてたって言ってましたですごいのが僕 u ーネクストとかでバーって見てるんですけどメイキング集もちょっとやってて半澤直樹って名前が2回出てくるんですよすごいですよ福澤克夫監督が酒井さんにどんな役柄ですかって聞いた時に言ったのがまっすぐな半澤直樹なんですだからやっぱり半澤直樹のオマージュ意識してるんですよでもっとすごいのは安倍博士さんが 半沢直樹はななければ今の僕はなかったかもしれないですっていうぐらい半沢直樹っていう作品をすごい評価してるんですよそのぐらい役者界に影響を与えてるのが半沢直樹でその,その半沢直樹のタッグ酒井さんと福沢勝夫さんのタッグで組んだ阿部寛さんも福沢監督とはねあの映画で一緒になったりしてましたけどもその最強タッグこれから役所講師さんも出てくるんですよこの凄まじい美版絶対 見逃さない方がいい方がです全10話これ高井さんがメイキングの最後に「全10話です」って言ってたから「全10話」らしいんですけれどもこのあと日本編になると島根県が出てきて日本刀の、えー、と出雲とかが出てくるんですけどもこの美しい景色を世界に打ち出すにはこの景色が必要だった世界に挑戦するんですって福沢克夫監督はこの国内日本ドラマにおいて世界に挑戦する。 この日本人というか日本の役者豪華すぎる人たちを集めて世界に訴えようとしてるんですよ。このスケール、この内容、自衛隊の秘密組織別班まで引き合いに出してきて愛国心を煽りながらちょっとユニークな感じで描いてドラムね、ドラムとか人気あるんですけども、えー、感じで。で、ちなみにね、僕、赤坂のいい生き方見つけたんですよ。赤坂って乗り換え2回しなきゃいけないから、すごい行くの大変なんですけども、東京駅から赤坂見つけて1回降りてください。 そうしたら、小走りしたら3分で赤坂サカスまで着きます。<ー>ということで、でね、これ僕すす、えー、乗り換えの回数が1個減る赤坂見つけから行く赤坂サカス。ビバーンのモニュメントの赤色めちゃくちゃ映えます。ぜひ、はい、これ夜はライトアップされてるらしいんで、ぜひ見てください。ということで、えー、絶対にビバーンおすすめです。ということで、乃木祐介でした。 もうね、これビバンってね、内容の考察がされてるんですよ。僕、何よりもこの考察がすごいのがお金いくらかかったかの考察してほしいですね。このロケにいくらかかったかの考察とかの方が凄まじいです。なぜこの役者を使ったか、かなぜこんなに役者すげえ使ったのかとか、福沢克夫さん、これから何を考えてるのかとか、その辺見てほしいなと思います。ブーナも応援してまーす。

えー、日曜劇場ドラマ V1 ぜひご覧くださいダメザワナオキです